うさぎ飛びチャンネルこんにちは、うさぎとびチャンネルでございます。さて、以前紹介したカジノミッション生産のソロ攻略でスナイパーで行くシーンというのをご紹介しましたけれども、最後の監視カメラについて間違いがありまして、今回、再度やり直しをしました。間違った内容をお伝えしてしまって申し訳ありませんでした。で、多少はですね、 慣れたかなと思うので前回よりはスムーズにできているかとは思いますのでスナイパーでクリアしてみたいっていう人のために今回は改めてクリア動画を全部お見せいたしますただですねやってることは前の動画とほとんど変わらないのでご了承くださいまずはスタートしたら車は何でもいいんですけども持ってる人は最後に楽にクリアをするためにビジュランテで行った方がいいかなと思いますね 高速道路からまっすぐ進んでったらこっちに行って狙撃ポイントに最短で向かえるようによじ登っていきます。で、ここから始めるんですけども、ここであんまり前に出すぎるといきなり見つかっちゃうので、ギリギリの場所を覚えてもらって、まあ、木が目印ですかね。そこからまずは監視カメラを壊します。この車が通り過ぎたらカメラを打ちましょう。 タイミングが悪いと見つかっちゃいますね。で、これから次に撃つ人は車とのすれ違いに注意してください。車が行ってからじゃないと見つかっちゃったりします。まあ、無理にここから撃たなくてもいいんですけどね。そしたら1台目の車がやってきたので車を処理しましょう。このライン上で2台の車を処理するんであれば次に来る2台目を極力楽に倒せるように なるべく1台目の車がここの奥の方まで行ってから倒した方がいいですね。そしたら2台目が来るまでの時間で、ここの見張りを倒しておきます。ここに来るとね、この人が一番倒しやすいんで、最初に打ちがちなんですけども、これを最初に倒すと見つかっちゃいます。さあ2台目の車が来るんですけども、ちなみに2台目のこの車、ここでも倒せますね。 ただ同じポジションから打つんだったらこっちで打った方が楽なような気はしますまあ僕自身もその時その時で両方やりますけどねそしたら次のこの敵なんですけどもなるべくこっちに来てから倒した方が安全ですね 後ろの方にね、車にいる敵がいるんで、見つかりやすいです。そしたら次はそのまま左を向いて、ここの隙間から足が見えるのを待つんですけども、ちょっと遠くにいるなぁ。なかなか来ませんね。 時間かかるんでこっち行って撃っちゃいましょう。ここはちょっと撃つ角度が問題になるんで注意しながら撃ちますけど。手堅く行くんだったら隙間から足が見えるまで待ってた方がいいですね。さあ次はここから見える監視カメラと近くにいる敵を倒します。 そしたらそのまま右方向に向いて車にいる敵を倒しちゃいますね。 さあ、ここから次を狙えるんですけどもこの人ですねただですねここの近くに監視カメラがあるんでさっきの敵が離れたらカメラから壊しますさあカメラを破壊したんでさっきの敵を倒しに行きましょう そしたらこっちからもう一人倒しに行きますけど。おわっとちょっと前に出すぎた。今みたいにね、瞬間見つかっても、ますぐ倒せばなんとかなるんですけども、まあこんな感じになるんで、もうちょい離れたところから撃った方が安全ですね。そしたら屋根の上行って一人倒しましょうかね。 今回はですね、最後のカメラ部分の検証に来てるんで、手堅く回ってますけども、最短でやろうと思えばもうちょっと早く倒して回れるんですけども、ただですね、スピードを意識しすぎて、狙撃が雑になるとね、結構外して発覚しちゃったりすることとか、あと歩いてて見つかっちゃったりもするんで、今回はこんな感じに回っていきます。 さて、こっちに行きますけども、こうやってね、周囲を回ってても、ちょっと敵に近づきすぎるとね、見つかっちゃったりするんで、かなりシビアなんですよね。で僕はね、スナイパーに関するゲームが好きで、昔、プレイステーションなんかでもね、何種類かスナイパー専門のゲームを結構やり込んでましたね。さあ、屋敷正面ですけども、ここも前に出すぎると、すぐ見つかっちゃうんで、気をつけないとダメですね。 もうちょい別の場所から打った方がいいのかもしれないですね。さあまずカメラを壊しましょう。そしたら右の敵ですね。さて、ここの2人抜きですけども。 これももうちょい,いい場所が多分あるんでしょうね後でまたやってみて探してみますそしたらこっちからカメラを破壊でもってその前のこの敵を倒しましょう さあ、最後の一人になりましたけども、どっからが一番狙いやすいんだろう、これ。これももうちょい周囲を見回ってみないとダメですね。ただ、今回はここまで来てね、ここで見つかっちゃったらシャレにならんので、やっぱり屋根の上に行った方がいいのかな。 こっちから行けないのかなうわ、見つかりそうだな、これは。やっぱりこっち行きましょう。すいませんね。なんかはっきりしなくて。もうちょっとね、極めて、これは早くできたぜってくらいになったら、また実践チャンネルの方にでも、その動画はアップしてみようかと思います。あれこっちからじゃ見えないのかな あらこっちかなあいたいたいたさあ最後の一人カメラは壊さずに打ちますよいしょおおクリアになりましたやりましたね やっぱり、これで OK だった。コメントいただいた方、本当にありがとうございます。これ教えてもらってなかったら、ずっと同じことやってましたね、僕。いやー、やっぱりスナイパーは楽しいですね。これは、今後もやり込みそうなミッションですね。さあ、あとはビジランテでヘリ軍団を追いかけるだけですけど、ビジランテはね、持ってはいたものの、正直あんまり乗ることもなかったんですよね。 ミッションででこんなに役立ったのは初めてですね。まあそのあたりはですねビジランテの特性とかっていうよりもトレアドールが使えないからってだけなんですけどねもしかしたらこれはいろんな戦闘車両を買いなさいっていうねロックスターの策略かもしれないですねまあそもそもですよねこのカジノミッションの生産と逆風なんていうミッションはね報酬230万ドルでもいいんじゃないかって感じしますけどね エキゾチック車両を届けるより報酬低いってあんまりにもバランスおかしいですよねまあまあ面白いミッションなんで報酬とか関係なくね楽しいですけどねこのスナイパー攻略もまだどこから倒すか悩んじゃってるんでもっともっとね時間短縮はできると思いますんで今後も僕の楽しみの一つですねどれぐらいまで縮まるんだろう何分でいけんだろうなこれめちゃくちゃ上手い人がいたらプレイを見てみたいですね ということで今回は以前の動画のやり直しってのは感じなだけの動画になっちゃってますけどもスナイパーでクリアをしたい人の何かの参考になればと思いますまだまだ回数はねそこまでやってないんでもっともっと違う回り方があると思うので 動画をご覧の方々も、まあ、これを参考というかきっかけにね、いろんなルートで最速でスナイパーで回るなんていうのも突き詰めてみてください。こういうのが好きな人はね、何分でクリアできたぜなんてのをコメントでいただけると、僕もそれを見てね、無キになってやると思いますんで、スナイパーが好きな方のコメントをお待ちしております。ということで、最後までお付き合いありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。 うさぎとびチャンネル